亡くなりました娘のことを、私は少しも忘れることができずに悲しんでおりましたが、今度のことによりまして、もしあれが生きておりましたなら、どんなに嘆くことであろうと、短命で死んで、この悪夢を見ずに済んだことで、初めて慰めたのでございます。小さい方が、老祖父母の中に残っておいでになって、立派な父君に接近されることのない月日の、長かろうと思われますことが、私には何よりも最も悲しゅうございます。昔の時代には、真実、罪を犯した者も、これほどの扱いは受けなかったものです。宿命だと見るほかはありません。外国の朝廷にも随分ありますように冤罪がお当たりになったのでございます。しかし、それにしても何とか言い出すものがあって、世間が騒ぎ出して、処罰はそれからのものですが、どうも訳がわかりません。